室に親と教師と私重苦しい進路相談のその時間
ったとか声荒げても始まらない。お互いのその場所を認め合い向き合ってたっていいよ。競争をしたことでどこかにも仕掛けができたなら譲れることはないか、光はどこにあるか話し合えばいい。言葉にした愛の発音は違ったって、優しい気持ちになれるのは同じ人間だから。太陽はただ輝き眩しく見上げる、一人を燃えてるこの世に存在するだけで
ってどうするつもりだ臆病者よ今の僕たちじゃ無理だってもちろんみんなわかってるよ、はあ、だけどなぜかすぐその場で喧嘩を買うようにうなずくやるしかなかった正直者よきっと試されてるのだろう無理難題押し付ければ絶対ギブアップするって誰かの背中越しに世の中眺めてた自分の番が来てもパスはできない今に見ている色どういう自分の中の橋があるんださあ渡ろうぜ腰抜けどもよ滑る者はいないだろうって自己弁護は見苦しいよね黙って立ち去ればいい安全地帯にいて後悔をするよりたとえ傷ついても一番前色が苦しい時に
を